東京都が今日確認した新型コロナウイルスの感染者は472人で、3日連続で過去最多を更新しました。また、埼玉県でも74人、千葉県でも73人と過去最多となりました。都によりますと、472人のうち感染経路を調査中の人の数は305人でした。感染が確認された人は、 10歳未満から90代までいますが20代は216人30代は108人でおよそ7割を占めましたまた入院している人は1220人でこのうち重症者は1人減り15人になりました東京都の感染者はおとといは367人きのうは463人 きょうは472人となり、3日連続で過去最多を更新しました。埼玉県では、県が発表した53人に加え、川口市で12人など合わせて74人となり、先月23日の64人を上回り、過去最多となりました。千葉県でも県発表の42人に加え、船橋市で14人、 千葉市で12人など合わせて73人となり、県によりますと3月28日の61人を上回り、過去最多となりました。神奈川県は横浜市の33人、川崎市の13人など合わせて58人でした。1都3県の今日の感染者は合わせて677人となりました。